こんにちは、達郎です。さあ、この感じということは達ラジです。ちょっと軽めのことをねお話ししていこうかなと思います。軽めっていうか、僕結構動画にするほどでもないかなっていうことで、僕結構ね、沖縄の情報発信をバーッとやってて、もう4年ぐらい経つんですけど、その中で質問っていうのは すごい多くね、いただくんですけれども、その中で今までお答えがあんまりできてなくて、結構多い質問の一つとして、達郎さんが沖縄移住やめたいと、いわゆる沖縄からもう出たいって思った瞬間ってありますかっていう質問なんですよね。これを結構質問コーナーとかで聞かれるんですけど、スルーしてきた多かったんですけど、スルーしてきた理由っていうのが、あのね、ないんですよ。これ本当にね、脚色とか話を大きくしてるとかは一切なく、本当にないんです。もちろん沖縄移住をして、結構ね、3年以内にね、6割以上がね、挫折って言い方は失礼かもしれないけど、まあもう、いいかなっていうことで、内地とか地元とかにね、帰っちゃうっていうデータもあるぐらい、沖縄移住っていうのはみんながみんな、順調にずっとそれをね、やり遂げるわけじゃないんですよね。どんどんこう、辞めていっちゃう人とか帰っちゃう人とかも多いし、僕も友達で、移住仲間として友達になったのが、辞めて帰っちゃったなんてこと、結構ザラにあるんですよ。結構ザラにあって、僕も自分もいつかそうなったりしてとか最初の頃思ってたけど、もう4年ぐらい経って今どんどん生活がなんか落ち着いてきたというかね、当時移住したての時なんてホームレスしたり、なんかね、ボロボロのゲストハウス泊まったりとか、なんか6畳ワンルームのアパートに2年住んだりとかっていう、もうわけのわからん、なんか生活をしてて、来月大丈夫かみたいなね。今はそういうことはないけど、なってくると、まあ自分は続くんだろうなと思うけど、その中でいろいろ振り返ってみて、あ、俺沖縄移住やめたいなって思った瞬間あったっけなと思い出したら、ないんすよマジで。なんか、いや、なんかこの寂しくてやめたいって言うじゃないですかとか言われるけど、俺寂しいまま感じたことなくて、で、なんか文化が合わないとか言うじゃないですかって、文化はむしろちょっと合ってるなと思ってるぐらい、なんか人の感覚とか時間の流れ方とか風土みたいなもの、結構俺は合ってるかなっていうのを自分には思っているし、結構ね、その沖縄移住者が抱える悩みみたいなものを割ともね、網羅できている自信があるんですよね。まあ、でもやっぱり、帰っていっちゃう人たちを見てると、沖縄のね、移住者が確実になる三大悩みがあって、仕事、家、孤独って、この三つに必ず迷うと言われていて、僕もこれはね、本当にその通りだと思ってて、孤独が嫌で帰っちゃう人もいるし、仕事がね、なかなか低賃金ですからね、働き詰めになっちゃって嫌になって帰る人いるし、家とかもね、家っていうのは何かっていうと、なかなか借りれないとか、家賃意外と高いとかでね、経済的問題で帰っちゃう人もいるから、そういうのがあるんですけど、僕は意外とそこの辺がなんかクリアできて、今があるので、本当に沖縄移住やめたいと思った瞬間僕ないんですよ。信じてもらえないけど、あんまり。ないので、ちょっとね、そういう質問にはね、僕結構、お力添えができなくてですね。っていう話なんですよ。沖縄移住。なんかこの聞いてる人も沖縄移住、例えば、したいって思ってる人とか、沖縄移住してた人とかね。今してる人とかもいると思うんですけど、なんでそれないのと。沖縄移住したくないと思ったことないって、どういう風な生活してるのとか、いろいろ気になる方もいらっしゃるかもしれないので、そういう方はね、ぜひ、コメントとか DM とかください。僕のね、拙い経験でよければ、いくらでもお話ししますので、お待ちしております。はい、ということで今回はね、たまに寄せられる、達郎さん沖縄移住やめたいと思ったことないのっていう質問に対して僕は答えれない理由、それは、本当にないから、ということでした。はい、ということで、今回以上になります。概要欄にいろいろ載ってますので、見てください。じゃあねー。